内山交渉老師提唱消防現像供養者仏第1回昭和58年8月21日信州塩尻無量寺にて収録。消防現像供養者仏仏の玉枠もし過去世なくんばまさに過去仏なかるべし。もし過去仏なくんば出家住なし明らかに知るべし三世に必ず諸仏増しますなり。しばらく過去の諸仏に起きてその始めありということなかれその始めなしということなかれもし始終の有無を邪けせばさらに仏法の修学にあらず過去の諸仏を供養し立て祭り出家し随順し立て祭るがごとき必ず諸仏となるなり供養の功徳によりて差仏するなり未だかつて一仏をも供養し立て祭らざる主情何によりてか差仏することあらぬ無因差仏あるべからず仏本行実況第一供養本にいわく仏目犬連にのたま我王爵を思うに無量無変なるもろもろの世尊の御音においてもろもろの善言を植えないしあのくたら三脈三菩提を求む目犬連我王爵を思うに天輪女王の身となって三十の句の仏に会う皆同一号にして釈迦と合す如来及び正門主まで尊重し成就し苦行し供養し指示具足すいわゆる絵仏恩力画具公約なり時に可の諸仏我に気を与えず何時まさにあのくたら三脈三菩提及び世間へ転任し仏世尊を得て未来世に上昇学をうべしと目犬連我王爵を思うに天輪女王の身となりて八万の諸仏に会う皆同一号にして念道と合す如来及び正門主まで尊重供養し指示供養すいわゆる絵仏恩直画具投薬万外家行なり時に諸仏我に気を与えず何時まさにあのくたら三百三菩提および世間へ転任し仏世尊をうべしと目犬連我王爵を思うに天輪女王の身となりて三の句の諸仏に会う皆同一号にして仏舎と合す如来及び正門主まで指示の供養皆ことごとく具足す時に可の諸仏我に気を与えず何時まさに差仏すべしとこのほか底幕の諸仏を供養しまします天輪女王の身としては必ず四天下を登場すべし供養諸仏の具誠に豊穣なるべしもし大天輪王ならば三千回に王なるべしその時の供養今の怨慮計らるべからず仏時ましますとも下領すること得がたからん仏像経条件本第八にいわく仏舎利仏二の玉悪我過去を思うにあのくたら三脈三菩提を求めて三十の句の仏に会う皆釈迦牟尼と合す
我時に皆天輪上王となり、形を尽くすまで仏及び諸々の弟子に古く恩直賀具医薬を供養して、あのくたら三脈三菩提を求めんがためにす。しかるにかの諸仏、我を期して何時来世に、まさに差仏をうべしと言わず、何をもってのゆえに、我うしょとくなるをもってのゆえに。まずそこまででしょう。この今の私はね、昭和50年に安泰寺を隠居してですね、あれしたら、宗泉寺さんがしゃべりに来てくれって、もう隠居した時点で何もかもやめるつもりだったところが、宗泉寺さんがそういうもんだから、それじゃあ一つ俺のやりたいことをやろうってわけで、それで消防現像を宗泉寺で毎月1回だけやることにしてるわけですね。そしてその他のことはみんな断ってるわけ。ところがね、その宗泉寺で始めたのがね、昭和53年のね、午年の正月だった。で、私の年として、65歳だった。それでね、午年からの正月から始めたんだから、その馬、羊、猿、鳥、犬、ね、牛、トラ、ウー、タツ、ミその12年間だけやるって言ってね、そういうつもりで始めたんですね。私はもう物を始めるときにもうすぐ終わり考えるわ生まれてきたら死ぬこと考えますからそれでね、始めたところが、それでそうすると昭和64年ね、その御年いっぱいまで、そうすると私がね77になるんだ。そうすると77になったらまた隠居しようと思ってんだそれでもう77から以後やると今度はまたボケるからね、もうボケた話は人に聞かせたくないと、そういうつもりであれしてるわけです。ところがね、月に1回だし、それで消防現像ね、ゆっくり味わいながら読んでるから知事として進まない。それでもうその12年間のうちの半分は通ったわけだね。だけれどこれだから12年間やったからってね、消防現像の半分も読めないなと思っていたところ、この無料寺の青山さんが盛んに来い来い言ってくれるもんだからね、それであれなんですね、夏だけその消防現像の後ろの方の巻はね、割に読みやすい、ラフンとしてね。でだから夏気楽なつもりでもって皆さんと読んでみたら、また消防現像いく巻ができるんじゃないかと、そういうね、欲心を起こしたわけですねそれでそれがね、それで青山さんにそれじゃあ行かしてもらうって約束したのがね、いつだったと思う、一昨年の正月だただ再来年の夏に行くって言って、そういう約束したわけだというのはね、それまでにその頃まだ人生家特本を書いてる時かな、人生家特本、生存と生命の話をここでやったんだからな、それでそれを本にしてって言ってね、あれしてたもんだから、私のこう大体の予感からしてね、一昨年の夏ぐらいからじゃなきゃダメって言ってそのくらいからちょっとゆとりが持てるかなっていうんで約束したわけですね。ところがね、それでもって今年になってみて、か
あいつはね、はなはだ後悔したそれで、実はね、私はね、同じような話ね、これやってるわけですがね、私は話する限りは一句話でも掘り下げた話がしたいっていうのが私の念願なんだ。それで惰性で話するっていうのはしたくないわけだ。二番煎じ三番煎じっていうのじゃなくって、いや仏法の話だからね、どうせ同じような話です。だけれどその間に一句話でも掘り下げてるっていう、そういうのはやりたいんですね。ところがそれでもって今年やってみてね、これはもうこれ以上できないってつくづく分かったというのは、これでここに来ると5回分喋んなきゃなんその5回分喋るのにね、消防現像っていうのはね、片手までできる仕事じゃない。本当に今総選挙で、毎月1回2時間喋るだけだ。それなのに2時間のために1月温めて、そして一句話でも掘り下げようと思ってる。それをね、その5回分ね、まあ総選挙はね、7月であれして8月は休むということにしてっから、それでまあ読みやすい巻きだし、それでまあ気楽なつもりでやるつもりだったんだけれど、やってみてこれはとってもできないっていうことをつくづく感じてね、はなはな残念だけれど、私もこのね、無料寺ね、もう十何年か前に来始めて、ちょうどこの無料寺の座禅の集いっていうのが始めてから20年になるっていうこと、それの第4回目から来始めたんだからね、もう16年か目なんですね。そして見ると同じ顔ぶれがの人がその世話あってやってるわけだ、庵主さんたちね。ところが今年来てみたら驚いたね。去年までは若い庵主さんの顔だった。みんな今年来てみたら中年の顔になった。これじゃあ俺もおじいになって、無理ないなと思ったけどね。本当にね、それだから本当は私この無量寺ね、非常に執着はある。それで来たいことは来たいんだけれど、まあこれが残念ながら今年はこれで終わってですね、もう、申し訳ないけれど声はもう来させていただけないと思う。まあ初めからそんな話だけど、あらかじめねそのお断り申し上げておきます。で事実ね、やってみて事実これが話がね本当に頭に抜かれるんだったらやります。ところがね、7月の総選挙終わってからっていうとね、夏だけしかね来られないっていう人がいるわけだね。遠方、そういう人はまあ大概遠方だ。遠方からわざわざ夏私のところやってくる人ね、今忙しいからって断ることはできないんだ。そうやってやっぱり私愛嬌がいいから最後まであお付き合いしちゃうからね。そうして全くまた小旗っていうのがまた信州みたいなねあれだったらいいんだけど、そうでない、群れ返るようなその暑さでしょ。頭はぽーっとしてるしそして、忙しいし、それで手紙は書かなきゃなんない、お客の相手はしなきゃなんないっつってね、それで消防現像なんてとてもできないってことは本当に。だから私今この消防現像のね、庄司北師匠はもう前に温めてたわけです。それで用意もしてきたんだし、この庄司供養植物も前から用意してきてるんだけど、それでもね自分が本当に心よくまでっていうわけにいかないもの。それでこんな話はまあしちゃ申し訳ないと
思うんだけども、だからあの行くとこまで行こうじゃないかでもってそのあれするかもしれませんが、まあその辺お許しください。それで、それでですね、今言うようにその消防現像の消防現像っていう本ね、そのちょっとでも覗いてみた方はお分かりになるけれど、その全く歯が立たないような本だもん。和文で書いたんですよ。和文で書いてありながら、どうし何が書いてあるのか歯が立たないって、あのもう歯がこっちの歯があの折れるような話だ。それでところがそれに反してね、後半の文章はね、一応読んでみりゃ話が通じる話です。それだからまああの、その後半の文章をここでまあ読み始めようと思ったの。ところが最近ね、この消防現像の後半の文章についてね、ちらっとこういう話聞いたんだ。あのある大学の哲学の先生が私に話してくれたんだけど、その消防現像、今、まあ、消防現像をねたくさんの人たちに研究されて、いろんなあの本が出てるのは、まあ、皆さんもご存知だと思うんで、そのそういう学者たちの説としてね、あの全般の方はね、あの道元禅師が本当に生き盛んな頃だ、元気でいられる頃を書いたからね、その非常にその素晴らしいけれど、後の方はね、道元禅師がね、もうすでにね老毛されて、老毛って分かりますか、その老いぼれるって老毛してね、もうボケてこられたからあんまり価値はないってこういう、そういうのがね、その今消防現像のね、あの研究する学者たちの定説になりつつあるっていう話聞いたんだね。それでね、いやその私はあの大体この消防現像って本ね、本当だったら道元門下である宗門の盆さんがね本気になってその、そのあれすればいいわけなんだけれど、その長い間消防現像っていうのはね、和本でねこう箱ですよ、箱になって消防現像、 それで海字五入っていうね、海の巻、字の巻、五の巻、入の巻っていって、そんなのがあって、その箱をねこう神棚にあげて、そしてあのお正月には お供え持ち上げて、それからお灯明あげて、そしてそれでその前でもってお経を読んで、それがねずっと来た、あの宗門の盆さんはそれだけで来てる。でまあその中で徳川時代にまあいろんなあの面山さんとか万山さんとかね、まあ何人かのその消防現像その注釈を入れたりなんかされた方はいるわけだけど、宗門の盆さん全体としては大体それを言うんできた。ところがそれで明治になってからあの西有禅師がね、西有牧山禅師が初めてあの警笛としてまとめられてるそのあれですね、提唱をされたわけだ。そしてところがね、それ以後もまた宗門の盆さんは全く手をつけていない。それに反して大正時代にあの、まあ、私の中学の 2,3 年の頃だったんじゃないかな、昭和 5,6 年の頃ですよ、和辻哲郎さんが初めて消防現像を紹介したわけだね。それからまあ秋山半次さんというのが彦根の校章の先生だった、それがまたあの消防現像の宇治の巻へ書いたりなんか、それから橋田邦彦さんとかって言って、言ってるうちにね、
結局哲学畑の人、文学畑の人、それから医学畑の人、あるいは信州の盆山、臨済宗の盆山というのは、消防現像を研究してですね、いろんなことを書き始めて、それで消防現像が今流行になっちゃった、流行っちゃった。だいたい消防現像が一つの流行ものになるということからして話はおかしいんだけど、一旦流行に乗ったらね、これはもうみーちゃんはーちゃんのそのあれですね、着物の流行のとちっとも変わらない。だから今のね学者たちがどんなことを言い出してもね、恐らく奇抜なことを言えばいいんだから、そうすれば面白いっていう、そんなつもりでやってんだから、どんなことでも言われてくる。だから消防現像の後半の老毛説っていうのね、それもそれの一環だと思う。で、いや私がそれで直接読んだわけじゃないですよ。私そんなものね、今時の人の書いたものなんか読んでる暇がないもんそんなものはもう全部一切切り捨ててんだ。それで我が道を行くって、それ一筋にそれだけで来てんだ。それでね、しかしね、その消防現像っていうのはね、何よりもね、仏法として読まれなきゃなんない、あるいは消防現像として読まれなきゃなんないっていうことだけは私言いたいんだ。要するにね、その老毛説に対してなんだかんだと言おうとは思わない。しかし消防現像はどこまでも仏法として、消防現像として読まれなきゃなんない、それだけは言いたいと思いますね。いや、だいたいね、道元禅師がね、54歳で、肺病で亡くなられたっていうんでしょ。あれと常識から考えてね、54歳で老毛しますかだいたいね。そしてね、いや脳軟化症とかなんとかって言うならボケるかもしれないけど、結核っていうのはね、肺病ってやつはね、頭がかえってはっきりするすっきりするんだ、私みたいにそれでね、そんなにね、その道元禅師がね54歳までに書かれたものがね、ボケるはずがないんだ本当に。これ常識から考えてそうだ。で、しかし私が今そういう老毛説をに相手に何かしようとは思わないけれど、今言うその消防現像はどこまでも仏法とし、消防現像として読まれなきゃならない。で、そういうための一つのね、例としてもこの供養書物を挙げてでもお話ししてみたいっていうね、そういう気持ちなんです。ただその心がね、この消防現像が仏法として読まれなきゃなんない、消防現像として読まれなきゃなんないっていうのは一体どういうことか、具体的に言ってね、それはまず何よりね、座禅を通して読むってこと、一時ですよ。いや、消防現像の三昧王三昧の巻でね、まさに知るべし座の人海と世の人海とはるかに異なり、この道理を諦めて仏祖の発心修行菩提涅槃を弁行するなりっていう言葉があるね、座の人海、世の人海、だからね、座禅の世界と座禅した上での人海と、それから座禅以外の人海とってね、はるかに異なるんだ。これもう全く違うんだ。で、そういうね、
その道理をよく分かって、そして仏祖の発心修行菩提涅槃を勉強しなきゃならないっていうんですね。凡夫が発心修行菩提涅槃勉強したってダメなの、やっぱり凡夫のもんなの。これをもっとはっきりあれするためには、またやっぱり後の正法眼蔵の後半のね文に唯物余物の巻がありますがね、この唯物の余物の巻通してみると、このまた唯物余物の巻っていうのは素晴らしい巻なんだ。でとにかく座の人海を通して読まなきゃなんだ。仏祖の発心修行菩提涅槃も勉強しなきゃなんだ。例えばね、凡夫がね発心するっていうのはね怪しいんだ本当に。例えばね、凡夫が一生懸命やりますっていうのをね、俺いかにも一生懸命ボスになって一生懸命やりますっていう、これ例えばね、ことにはっきりしてるのはね、尼さんなんていうのがね、時々そんなのがいるんだね。私坊さんになって一生懸命やりますって言ってね、何って言って、そのおしけさん惚れてるんだって言って、そんなのがいるんだから。そうするとだね、これも仏法はそこから出てこないんだ。で発心修行っていうんでもそうだ、一生懸命やりますって言ってね、トコトコってね、そのトコトコ走りして、あーくたびれたって言って、それでもって、その要するに凡夫の発心修行菩提涅槃だからね、これ自分の気分を主人公にして考えてんだから、やろうと思った時ね、まあ失恋でもしてさ、坊さんにしてくださいって言って坊さんになった、そして一生懸命やりますって一生懸命やった、しかしながら自分の気分が主人公なんでしょ。そうするとまた、あ綺麗な美しい青年が現れたわって言うと、またそれでもってトコトコってやめちゃうんだ。そんなのが菩提っていうんでも、菩提涅槃でもそうだ。凡夫が悟りっていうのを考えると、悟りさえでき開いたらもう何でもかんでも、なんていうかね、この頃のなんとかっていう漫画本に書いたじゃない、一旦こうあれパッとこう広げたらシューッと空飛んでいくような、あんな重いのものかと思ってるやつがいるもの。こんなね、凡夫から出発したやつはどこまでも凡夫の話であって、絶対にそこから仏法は現れ出てこないんです。でどうしてもね、凡夫仏法の発心修行菩提涅槃って言ったらね、座の人海から出発しなきゃ、座禅から、だから初っ端から座禅から出発しなきゃならない。だから初発心時便乗小学っていう言葉あるけどね、初めて発心した、もう本当に座禅したって言ったらね、その時にもうそれで全てを成じたっていう文があるんだ。その凡夫の思いじゃなくて、座禅から全て見直したらそれで全て成じる、そういう文があると同時に、凡夫からいくら発心修行菩提涅槃しても永遠にその仏法の話は出てこないっていう文もある。それでその点ね、正法眼蔵を読むんでもそうだ、凡夫の思いからね、凡夫の味方から正法眼蔵いくら読んだって、この正法眼蔵の話になんない。それでどうしてもね、この座の人海として読まなきゃならない。その点今の楼門学者たちはね、大体座禅した覚えのない学者たちでしょ。あるいはまあ座禅したって言っても臨済禅を多少やって一致半下の人だ。こんなのがね、いくら正法眼蔵を読んだって、これは世の人海の話から一歩も出ないってことね。でこれ道元禅師の正法眼蔵を読むためには、どうしても道元禅師の教えられるその座禅を本当にしなきゃダメですよ。道
道元禅師の教えられる座禅中と何かというと自重三昧だ。この自重三昧というのは何かというと、これ沢木老師のね言葉で言えば、自分が自分を自分で自分するってね、もう自分だけの世界だ。私がよく言う自己切りの自己っていうのはこれだ。ところがね、この自己切りの自己になるっていうのがね、お釈迦様以来のね、その仏教っていうね、宗教の根本姿勢です。お釈迦様の一番初期のね、お経って言われてるスッタニパータっていう南伝のお経がありますがね、それにもね、他に壊死するものは動揺するって、他に寄っかかってるやつは動揺するっていうのね。それはそうだ、みんな何を当てにしてるかって、やっぱり俺は何て言っても金って言って、金に寄っかかってら金の変動でもって動揺するじゃない。あるいは俺はその息子って言って、我が子だけは頼りって言ってると、その我が子が育ってみたらとんでもないその息子になっちゃって、そして家庭内暴力とかなんだ親父反対殴られたりっていう、そういうこともあるわね。そしたらこれ動揺するわ。それで結局ね、仏法の根本姿勢としては、他に壊死するものは動揺する。だから上阿言経っていうね、お経の中の上阿言経の遊行経だ。自らに帰依せよ、法に帰依せよ、他に帰依することなかれって、これはね、お釈迦様がそのもう最後のね、お釈迦様が弱られて、そして竹林荘っていうところ宅発 しながらね、あれしてたら、その頃その地方が全く飢饉が、それでもうみんなね、同じところで宅発はできない。で、おのおの弟子たち、ほぼあっち行けこっち行けって言って、それでほぼへ散らばせたんですね。それでお釈迦さんだけは、俺はこの竹林草を宅発するしながら行くって、阿南さん一人連れて行かれたんだ。ところがそこでもってお釈迦さんが発病されて、そしてその途中でもって阿南よ、とこを取ってくれって、それでとこって言っても結局雷影をね引いて、そしてそこで休まれて、阿南よ背中をさすってくれて、背中さすって、そして少し良くなったらまたとことことね行かれた。そしたとかまた阿南よ苦しいからまた床を取ってくれって言って、それでまた床をね休まれて、そしてそんなこと三遍も繰り返されてね、歩いてかれたんだ。それで阿南さんもね、まあたくさんの弟子たちがお釈迦さんのそばにいるんだったらいいけれど、自分一人がお釈迦さんについてんでしょ。そうするとこれ心細くないじゃない。すべてお釈迦さんがこれどうなるかってね、責任を負わなきゃなしね、心細くなって、そして方々のところの弟子たちにね、行って寄せ集めましょうって言ったんだね。そしたらば、いや、俺はわしはね、その弟子を一人まで持ってるって言ったことがあるか、それでただ一人行くだけだ。そして今度は阿南さんがね、もしお釈迦様がこれでもってお亡くなりになったら我々どうしたらいいんでしょうって、何を頼りにしたらいいんでしょうって言った。
その時の言葉が、自らに消えせよ、法に消えせよ、他に消えすることなかれっちゅうね。要するに、それが仏教の根本の姿勢だ。また北教にはね、自己の拠り所は自己の身なり、よく整えられし自己こそ真の拠り所ないって言葉もあるね。要するに、ただね、本当に拠り所になるのは自己は自己だけだ。それでその自己って言ってね、本当の意味で整えられた自己が本当の拠り所なんだっていうことですね。これね、宗教っていう世界は何か、我々がいつもこう不安な世界に生きてるでしょ。それに対して何か本当の拠り所を持ちたいっていうのが宗教の呪文ですよ。それに対して大概の宗教は、本当の拠り所になるものは神っていうね、神が持ち出されるわけだ。それでさっきも言ったように、人の思いはでなくして神の義を通るっていうね、そういう決断の話になってくるわけ。ところが仏教はそうでないんだ。神持ち出さない。それじゃあ何が拠り所かっていうと、自己の拠り所は自己のみなり。それで自らに消えせよ、法に消えせよ、他に消えすることなかれ。これがね、仏教っていう宗教の根本姿勢です。他の宗教はみんな神様を持ち出すの。それでね、そのだから結局自己を生きるものは自己以外にないんだ。その自己がね、本当の自己になるっていう、その自分が本当の自分になる、これをまっすぐにやるのが今道元禅師の教えである、自由三昧なんですね。だからこれ、道元禅師の自由三昧は仏法の本当の本筋をまっすぐ言っている。だから座禅は仏道の正門なりとね、正門なんだ。だからね、ところがね、座禅っていうのでいろんなね、あれ人たちが座禅するね。これ例えばヨガの人たちも座禅するでしょ。清浄仏教の人たちも座禅する。臨済禅の人たちもやるんだ。公安禅の人もね。あるいはこの具体的に言って、何のために座禅するのかっていうと、病気を治すためってこれ病気、それは病気のためにもいいだろうよ。こうやって背筋伸ばしてじっといるんだからね。あるいは心身を鍛錬するため、ひどいのになるとスタミナをつけるためまるでなんかの、ホルモン剤かなそれから何て言っても座禅すると頑張りが効くってね、頑張りのためにある人、あるいは腹が据わるため、悟りを得るため、まあみんなそういういろんな座禅の仕方がある。しかしながら、そういうような何かのためっていうのは、道元禅師の教えられる自由三昧で全てない。座禅の格好は同じなんだ。でもその座禅する態度が違うから。で、仏祖正殿の座禅って、まあ道元禅師が言われるけど、この仏祖正殿の座禅っていうのはね、どういうのかっていうと、沢木老師がね、よく言われたね、仏法とは途方もないもんだってその未だに私はその沢木老師の言われた途方もないもんだっていうね、その声色が耳鳴りがするぐらい印象してる。あるいは仏法は有粋であるってね、これはまあ沢木老師の本当に、
晩年に言われた言葉だね。この湧水っていう、湧水っていう言葉は若い人は知らないかもしれないけどね。こういう字です。要するに深いね、奥行きの深いっていうこと。ところがその沢木老師が仏法は湧水であるって言われた時、私確かにそうだってね、もう沢木老師の晩年の頃だったけどね、言われた時に私も確かにそうだと思った。ところがその沢木老師がね、このどういうところがでその仏法が湧水なのかっていうことについては言われていなかったね。それでね、私は沢木老師の宣言を、その仏法は湧水であるっていうことを私のいわば考案にしてた。どういうところが湧水なのか、なんとかその湧水の構造をね、そのはっきりさせてみたいっていうね、それが私の沢木老師が亡くなって以後 の唯一の願いだった。そしてね、まあ来て今ね、まあ大体こういうことじゃないかと思う。というのはね、大体我々その常識的考え方だとか、それから西洋流の、哲学の考えなんていうのね、さっきも言ったけれど、この我々がこの世界を認識するのに、見る自分と見られる世界とってね、要するに主観と客観と脳と諸と、主体と認識主体と認識客体、いわゆる認識の対象ですね。でもそういう2つがこう分かれてるっていうのはね、私が見る、それだから向こう側に世界ある。でそしてね、これが2つがこう関係し合った時にね、初めて具体的経験があると、こういうのがね、普通の考え方ですね。例えば今こういうコップはあらかじめここにあるの、それに対して私が見て、それで見るからそこに感覚知覚も起こるや、あるいはいろいろの考えも起こるっていうね、それでいろいろ認識するっていうことが起こるんだ。これがまあ西洋流の考え方、あるいは今の常識のね考え方のもう根本前提です。さっきもお話したね、しかしさっきもお話したけど、これが一番大切だからまた繰り返しお話してる。要するにあらかじめ2つに分ける、脳と諸と、字と他とで2つに分ける。そしてその分離した挙句で、その関係統一するところに一つの具体的経験が起こるんだっていう、そういうのがね前提されてるね。ところがインドに始まる仏教はね、そういう分離および関係統一を前提としない実物から出発するんだ。二つが分かれる以前の実物だ、生命の実物。そしてその生命の、もうだから何から何までその自己の生命の実物なんだ。その実物、生命の実物からして、その生命の実物に住み清くなっていくっていうね、さっきも言った頂上していく。だからよく整えられし自己こそ、その真の自己の拠り所なりって北京にある。そのよく整えられしって自己って何か、結局ね、その自己切りの自己が自己切りの自己になったっていうね、それが根本です、この生命の実物が。だからね、
そういう一切分離以前の生命な実物だけが問題だっていうのがね、この 仏教の根本ですよ。でところがそのね、生命の実物を直接生きてるのは他ならないこれなんだ。私にとってはこれだ。あたりとっちゃあたもこうやってみるから結局ね、みんな事故なんだ。それでだからこの生命の実物っていうのはね、生命入りの生命であると同時にまた自己切りの自己の世界です。だから生命の実物っていうのは見る見られる、それから思う思われる、自分世界、それから脳と書、主観と客観というね、あらゆる二つに分かれる以前なんだけれど、その直接生きてるのは、直接生きてるのはですよ、この他ならない 実物としての自分だ。この今実際に血が通いで呼吸し、その自分がこの頭を通してね、また生きてんだと、この頭を通してね、またそこに世界が現出してるんだ。いつでも我々、生々しい世界をね、本当に我々事実見てるわけだね。こうして私は自己切りの事故だって言っていながら、これ事実、これだけの人の顔見てんだもんの事実ね。でそこに生々しい世界がある。俺だけが生々しくしなってて、あたがた生々しくないって言うんじゃないんだ。もう私が生々しいと同時に、みんな私の見てる全部が生々しい、これ実物なんだ。だから決してね、関連論を言ってんじゃないですよ。決して俺が思うから全てあるんだって、そんな話言ってんじゃない。このそういうあるものと今私が見るのと分かれる以前というのが、これ実物なんだからね。そしてね、そういうふうにこう一応私と、それから今見られてる世界とってあるけれど、その生命の実物っていうのはそれひっくるめたところが生命の実物だからね、見ているそのことなんだ。それでだから二つあるようだけど、二つに分かれる以前が実物だ。でこの二つに分かれる実物、二つに分かれる以前の生命の実物ですね、その中の私と、それから世界とっていうね、もう私と世界とってもあるでしょ。ところが本当の実物っていうのは、これ分かれる以前だ。ところがこの分かれる以前の生命の実物の中に一応私と世界とってこうある。これを何て言うかっていうとね、仏教では真、これを法、これは自身、自分自身がね、それで真で、こっちは法、万法。そして結局何かっていうと、これは心房一如、この心房一如っていうのが実物だ。あるいは一心一切法、一切法一心。これがね、だから即身是仏の巻、正法眼蔵の即身是仏の巻でも、正殿しきたれる心というは、一心一切法、一切法一心なりと書いてある。
我々が本当に自身と言ったら、それは一心一切法、一切法一心だ。このね、私がこうあれしてる見てるところじゃ、今の人たちみんなね、この一心一切法、一切法一心だけが分かんないね。心法一如ってことが分かんない。これで普通にね、この今の西洋流の考え方を当てはめて、それで心を主観的我と思い、それから法を客観的世界、あるいは法則とか、もうそういうふうに今流のね二元論で心法の話を、心と法とっていうね、 仏教の話、言葉の真の意味を座禅を通して見ていないから、そういうことになる。でそうするとですね、心は主観的な俺の心、それから法は客観的な世界だとか、法則だとかっていうふうにもうそう決め込んで、で正法眼蔵の読み始めたら全てが見当外れになる。その点ね、その正法眼蔵の弁道話の巻に、知るべし仏法はまさに自他の見をやめて学するなり、仏法をね学するっていうことは、自他の見をやめなきゃダメだ。これをやめなきゃ、俺と他の世界とってね、それをそういうふうに二つに分けて考えるっていうね、もう考え方から出発したら全く仏法の話にならないんだと。道元禅師の時代にはね、主観と客観という言葉はなかったから、だから自と他とって自他の見っていうのが、見っていうのは見方っていうのね、自分の見方、他の見方っていう、そういうその自他の自と他とっていうふうな考え方で見ちゃいけないと。だからもしね、今流に行ったらだ、仏法はまさに主観客観の見をやめて学するないってね、道元禅師だったら言われると思う。でこの自他主観客観の見をやめて学ばなければ全く仏法を学することはできない。でね、結局ね、今自他それから心法脳所主客っていう、そういうのが分かれる以前の心法一如っていう生命の実物ですね、これを直接に生きてるのは自分だって、この実物としての自分だってね、今も言いましたがね、だからね、結局その生命の実物っていうのは生命切りの生命なんだし、自己切りの自己なんだし、それで正法眼蔵のね、現状考案の巻に、仏道を習うというは自己を習うなりっていう、これ有名な言葉だ。要するに仏道を本当に習うって言ったら、これは自己を習うことなんだ。ところがその自己っていうのはね、その他に対する自じゃない、そういう対立が二つに分かれる以前なんだからね、そういう他に対する以前と、もはやね、本当は自とは呼べないんです。だから直接に生きてるのは自己が生きていながら、しかしながらその自己とは呼べないんだとなると、そういうのは何ていうか、自己を習うというは自己を忘れるないだ。自分って言いながらね、自己って言いながら自己をもう忘れちゃってる。
から仏道を習うというは自己を習うなり、自己を習うというは自己を忘るるなり、それに続いて自己を忘るるというは万法に生せられるなりとあるね。要するに今自分だって言いながら自分は自分とは呼べないものだ。それで自己を忘れたの。その自己を忘れた実物っていうのは何かっていうと、万法が歴然としてそこにあるというこういうことだ。それが万法に称せられるんだ。私について言いながらそれはもう万法だ。でだから自重三昧っていうのはね、その結局この辛抱一如の生命実物が辛抱一如の生命実物になるっていう、実物をするっていうこと、それがこの自重三昧。それをだから辛抱一如のね、この生命実物っていう、それを実際にやるのがまた直接には自分だから、だから座禅は自分が自分を自分するっていうことにもなるわけだ。あるいはだから万法が万法を万法するっていうね、座禅というのはそうですよ。そういうもんだ。それでまた正法眼蔵の弁道話の巻の一番初めに出てくる言葉に、諸仏如来共に名望を鍛錬して、阿耨菩提を称するに最上無為の名術あり、ただ仏仏に授けて横島なることなきは、すなわち自重三昧その標準なりって言葉がある。これはまあ正法眼蔵やっぱりのちょっと覗いた人は弁道はまず見るだろうし、弁道はの一番最初の言葉だから知ってる方多いと思うけどね、結局ね諸仏如来たくさんの仏さんがだ、仏さんが仏さんにその名望を鍛錬する、この天地いっぱいの生命の実物を、天地いっぱい生命の実物に代々こう創造してくる、伝えてくる。それを伝えるって言って一体どういうふうに伝えるのか、ただその阿耨菩提を称するに最上無為の名術あり、この本当に最高にね素晴らしいね名術が、それは何かっていうと、ただこれ仏仏に授けて横島なることなき、結局仏さんが仏さんにねこう創造していって決して歪むことはない、それはすなわち自由三昧その標準なり、この自分が自分を自分するという、万法が万法を万法するという、そういう座禅で創造していくんだね、これ大切なことだ。つまり自由三昧っていうのはそうしたもんなんです。ところでこの正法眼蔵っていうのはね、このどの巻もどの巻もみんなそういう意味でのね、その座の人会の話であって、だから座禅の中の話であって、決して世の人会の話じゃないんだっていうこと、それをね今のその正法眼蔵を口にする人たちによく飲み込んどいてもらいたいところなんだ。だから座の人会っていうのは自由三昧を外してありえない。そしてその自由三昧とは何かっていうと、全てのことが自己の生命の実物として受け取るってことだ。それでね、これまた正法眼蔵の自性三昧の巻っていうのがある。この自性三昧にはねこういうことがある。たとえ知識にも従い、たとえ共感にも従う、皆これ自己に従うなり、
共感己ずから自共感なり、知識己ずから自知識なり。例えばですね、あるいは知識、この場合の知識というのは全知識だ。一人の師匠についてそれを学ぶ。一人の師匠につくということは、あるいはまたたとえ共感にも従ってお経を事実その学ぶ、これ皆自己に従うなり、師匠がね他人じゃないんだ、自己な、自己が自己について学んでんだ。そしていやだからね、まあ私が沢木老師についてるんだ、この沢木老師っていう御僧についてんじゃないんだ、私はそうでない、沢木老師の仏法についてる。その限りは沢木老師は自己の中身だ、自己に従う。それで共感己ずから自共感ないと、お経どれ一つ読むんでも自分のお経として読まなきゃダメだ。知識己ずから自知識ないと、だからその全知識ってね、沢木老師って言ったらね、自沢木老師だ結局は。しかあれば偏山知識は偏山事故なり。このその点昔はね、その師匠っていうのは本当の意味の自分に師匠になってくれる人はどこにいるかって昔は分かんなかったからね、それこそわらじ履いて、そして、あれですね、歩き回ったんだ、変山したんだ。そしていろんなところ行っていろんな人に出会って、この人は本当の私の師匠になってくれるだろうかって、それで変山して回ったんだ。ところがその変山ぐるみ